クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノートです。今回のテーマはズバリ、ヨトウムシです。キモいと叫んで動画のスイッチをいきなり切ったりしないで、少しだけお付き合いください。朝起きたら葉っぱが虫食いだらけになっていて、唖然としたことはないですか？犯人はどこのドイツかと、ハウラや傭兵を探しても全く見つからないのです。これはやられてませんけどねこの状況から推察される犯人像は、今回のテーマとしたヨトウムシによる犯行です。ヨトウムシによる食害は、通常は表皮を残して葉肉部が食害され、食害部分が透けて見えると言われています。しかしクリスマスローズの場合は、柔らかい葉が狙われ、新葉や小葉の葉っぱを丸ごと食害してしまうので、完全に穴が開いてしまいます。ヨトウムシは簡単に言うと、蛾の幼虫のイモムシです。ヨトウムシは漢字では、夜盗む虫と書きます。夜行性で大きくなると、昼間は地中に潜んでいて、夜になると地中から出てきて、葉を食害します。これがヨトウムシの名の由来です。ヨトウムシという単独の種類と思われている方も多いかと思いますが、実際にはヨトウガ、ハスモンヨトウ、白一文字ヨトウなど、多種類種のガの幼虫の総称としてヨトウムシと呼んでいます。正確にはヨトウムシ類というのが妥当です。1、ヨトウムシ類の見分け方。ヨトウムシ類の見分け方については、大阪府病害虫防除所、現在の大阪府農政室推進課病害虫防除グループの技術資料が役立ちます。ヨトウムシ類だけでなく、よく似た虫もいるので必見です。 URL を概要欄に記載していますので、参考にしてください。大阪府様のご了解をいただいたので、その一部をご紹介します。技術資料では、卵、幼虫、小さい場合および幼虫、大きい場合の3通りに分けて説明されていて、実に分かりやすいです。本動画では特に幼虫の見分け方についてご説明します。ヨトウムシ類の幼虫、小さい場合、集団で食害し、頭の後ろに一対の黒い斑紋があれば、ハスモンヨトウです。写真のヨトウムシはハスモンヨトウだと思われます。そして頭の後ろに一対の黒い斑点がなく、シャクトリムシ状に歩くのはヨトウガで、シャクトリムシ状に歩かないのは白一文字ヨトウです。ヨトウムシ類の幼虫、大きい場合、後ろ足の数が4対で、頭の後ろに1対の黒い斑紋があればハスモンヨトウです。
そして頭の後ろに一対の黒い斑紋がなく、体に黒色の点々が並び、そこから太い毛がなくて、体色が灰黄から灰黒色なら与党蛾です。写真の与党虫は与党蛾だと思われます。そして体色が多くは緑色になり、体の両側にピンク色の斑点があるのが白一文字与党です。与党虫類の生態。与党蛾、年に2回発生します。発生時期は5月から6月と9月から11月で、7月から8月の夏場は衰えます。体長は50ミリ程度まで成長します。卵から成長した与党虫は葉を食べ尽くした後、土の中でさなぎになります。夏にさなぎになると、秋には成虫の蛾になり、秋にさなぎになると越冬して春に成虫の蛾になります。ハスモンヨト、年に5回から6回発生します。発生が多いのは8月から10月で、夏場でも発生します。体長は40ミリ程度まで成長します。白一文字与党、年に5回から6回発生します。発生が多いのは8月から10月で、夏場でも発生します。体長は30ミリ程度まで成長します。与党虫類の防除。捕獲、一番大事なのは植物の様子を確認することです。毎日水やりすることがイコール植物を大事にすることと思い込んでいる方も多いですが、これは間違いです。本当に大事なのは毎日観察することです。与党虫は葉っぱに数十から数百粒の卵塊を産卵するので、これを見つけたらすぐに取り除きます。また、葉の虫食いを見つけたら、弱冷幼虫では葉裏に群生しているので、まとめて処分してしまいましょう。中冷から老冷幼虫になると、体長も大きくなり、単独で活動します。そして、昼間は地中に潜んでいるので、見つかりません。夜になってから懐中電灯を片手に、ピンセットや割り箸を振り回している方もいるようです。かなりシュールな光景が浮かんだ方もいらっしゃるのでは。そこで他の方も実践されているかとは思いますが、野々口流の与党虫の捕獲術をご紹介します。かなり昔に園芸書や園芸雑誌に書いたかとは思いますが、それはズバリ水没法です。あまり大きな鉢では適用できませんが、バケツに水を入れて、このように鉢を水の中に漬け込むと、苦しがって生え出てきますので、簡単に捕獲できます。この方法はおすすめです。薬剤としては、発生初期で葉裏に群生している場合は
浸透移行製剤のオルトラン流剤、ベニカ S 乳剤が草花への適用がありおすすめです。似通った名前の薬剤がたくさんあるので注意してくださいね。まとめ。今回の動画はいかがでしたか？クリスマスローズの固く締まった葉はあまり狙われないかと思いますが、比較的柔らかな葉や小苗の葉は危ないかと思います。ヨトウムシのような食害性害虫はまずは見つけたら捕獲しましょう。もちろん素手ではなくてピンセットや割り箸を使用してください。そして地中に潜んでいる幼虫に対しては野の口流捕獲術を実践してみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き野の口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。